はい、さい、今回は女村の会食洞窟に来ています。というのも実は先ほど、女村のね、前田岬から近い俳優浜、まあね、裏前田ビーチとかってね呼ばれる天然ビーチに来て一本撮影したんですよ。で、まあ、洞窟あるの発見してちょっとねライトとか持ってきてないんで今日は撮影やめてこうかななんてね思ったりもしてたんですが、どうにかね iPhone のライトつけながら撮影できるのをね分かったんで今、洞窟の中一人いるんですが、すごいなんていうのかな、岩がね削られててなんか丸みを帯びてるんですよ。やっぱり鍾乳石がちょっと削られたような感じなのかな。ただね、あんまり長くいときたくない場所ですよね。っていうのもね、いつ崩落するかわかんないんで、ただ絶景です。こちらね、もし皆さんね、まだ行ったことないよってね、人がいたら意外といいビーチで、こういう洞窟もあるんでね、意外とおすすめだったりする場所なんですが、やっぱりライト持たないと怖いね。洞窟なんで、急にね、頭ごっつんしてね、チーゴーゴーする可能性があるんで、このね、この地面がすげえな。奥は行き止まりみたいですね。ここの空間はだいぶ広いな。で、向こうに行けば出口なんですが、この岩の感じ、すごい、すごい場所ですよ。この奥もさらに少し部屋みたいになってるね。ただここはおそらく満潮時にね、水がちょっと入り込む場所だと思うんで、ここで暮らすのは難しいよね。ただ休んだりするにはもってこいの涼しい場所です。で、ここねちょっと斜面になってるんで足で滑り降りる。そうなんですが、今ね多少ライトつけながら撮影してる感じなんで、一旦もう一回ね撮影し直そっか。はい、ね、先ほどこの中からね撮影スタートさせたんですが、ね、この俳優浜ね一本目もね、入ろうとしたけどちょっと怖くてね躊躇してやめた場所なんですが、なんか入れそうだなっていうことでね2回目は入っちゃいました。で、まあね、せっかく前田の方まで来てるんでちょこっとこの辺もう少しだけ撮影していこっか。ここがねちょっと階段チックになっててまだ比較的登りやすそうなんで、ここからよいしょ。このね洞窟があった岩はこちらですよね。で、1本目ではねあそこのトンネルからね向こうビーチまで行った感じなんで、すごいねゴツゴツしてて、ただね入りにくい、今日曇っちゃったからねそこまで青い海がね見ることができないのが残念なんですが、それでも十分に綺麗ですよね。で、おそらくね読谷とかもそうなんですが、まあ、女村もねこちら読谷から近い女村なんで、ね、石切りバートって感じですよね。岩盤をね垂直にカットして、もしかしたらどこかのお城とかのね石垣に使うためにねカットした海岸かもしれないね。そういうのが未だに残ってるっていうのも面白いですよね。じゃあちょっとジャンプして降りたいと思います。よいしょ。こちら1本目もね1本目でも撮影した場所で、シュノーケルかな、ダイビングかな、機材持ってないからシュノーケルか、シュノーケルの人たちがね何人かいますね。ちょっとね晴れてたらねだいぶ
この海も綺麗だったりするんですよね。今から本当20年前くらいかな、僕がねまだダイビングとかね盛んにやってた時にね、よく訪れたことのある浦前田ビーチですよ。画面中央あたりにあるね石柱みたいなのもね面白いよね。滑りそうだからちょっと気をつけながらね登っていこっか。足が濡れちゃったからキュッキュッキュッするね、もう今度は、ね、シュノーケルだね。シュノーケルのお客さんがいたりするんだね。よいしょ。でこちらもやっぱりね、カクカクになっているところを見るとね、石切り場だったんだろうね。どうやって昔の人はこれをね、こんなまっすぐに切ることができたんでしょうね。すごいですよね。僕正直現代道具使って今一人でこれ石切れって言われても切る自信ないんだけどって感じなんですけど、はい、こちらのねこの岩、なんか名前ありそうだけどね、なんか誰か知ってる人いたらこちらの名称をね知ってるよって人がいたら教えてください。でちなみにこちら、前田岬からね一番近いではないか、この動画撮る前に行った、スリービーチーズ神戸、まあね、まあ、三昆布浜が一番最初にある浜で、こちらが俳優浜、まあ、裏前田ビーチって昔は呼ばれてたした場所です。そしてなぜか知らないけどね、あちらの砂浜は名前がないんですよ。で俳優浜っていうのは昔サユリがいっぱい取れたから、俳優っていうのは多分ねサユリっていう方言だと思うんですがね、だからここなんか例えばカワハギの仲間のトカジャーがいっぱい釣れるからトカジャー浜とかね、ベラ系のなんだ草場が釣れるから草場浜とかっていう名前になってもいいよね。で右手ちょっと奥に行くと見えている人が多い砂浜がいわゆる皆さん大好きザネー浜ですね。なんでこのザネー浜より右側画面中央あたりに突き出た岬が、あ、人が2人いるね、あ、何人か今からやってくる、あの場所がザネー浜の立正岬ですね。これすごいよな、何かシンボル的な要素がありそうだけれど、これ上言ってね YouTube バンされそうなんで卑猥な言葉は避けとこう。でですね、せっかくなんであの名称がない浜まで降りよっか。でイチャバマとか、そう、イチャバマっていうのはザネー浜と立正岬の反対側ですね、さらに崖の奥の方にある浜、こちらかは見えない場所なんですが、そこがイチャバマなんで、イチャバマ、ザネー浜、ナナシ、そして先ほどの俳優浜、なんでここだけ名前がないのか不思議、つけてあげたいのにね、誰かね釣り人何がよく釣れるよっつってね、分かったらそう呼んだらヤドカリちゃんカタツムリみたいな、カタツムリに入ったヤドカリちゃんがいたりするね。ちょっとやっぱね午前中はねもっと青空が広がったんだけどね、一気にね雲が押し寄せてきちゃってちょっとあいにくなね海の映像になっちゃったんですが、まあそれでもね、この梅雨時期の沖縄にしては、ね、雨が降ってないだけでも奇跡に近いような感じもするんで、はい、まあ曇り空ですがこういったねビーチもあるよってね発信しないと僕のね動画のストックもなくなっちゃうんで、今回は、降りよっか。よいしょ、どうせなら降りましょう。何浜がいいですかね、何が釣れるんですかね。一番奥がイチャバマで、ここでよくなんかタコとかが取れてたらね、ね、タコ浜とかね、
行ってもいいんじゃないのって思うけれど、ね、いずれこの夏もし誰かダイビング、もしダイビングはちょっと機材やるのが難しい面倒なんで、僕と一緒にねシュノーケルしたいなっていう人がいたらね、 DM じゃないか、コメント欄にコメントしてくれたら、こちらとかね、例えばアポガマとかね、そういったね場所でシュノーケルしたいね、コメント待ってますね。こちら名前のない天然ビーチ、ハユー浜とザネー浜の間です。ちなみにね、ザネー浜はね、昔ジュゴンがいたからザネー浜っていうらしいんですが、ジュゴンをザネーっていうのかな、まずそれ自体がわからないからね、なんでザネー浜なんかって感じたけれど、方言詳しい人いたら教えてください。でアダンの実がねオレンジに乗ってるね、これがねポツポツ落ちてきたらヤドカリの餌になったりするんですが、ね、ヤドカリ多いよねここね。ヤシガニとかもいそうだね、ただハブもいそうだから怖いね。あんまりね岩場近づくとね、ハブがガブリンチョするんでね、その辺は気をつけないといけない。あ、ここも石切りされた跡じゃないですか、陸上なんでね、わかりやすい ね波動がしっかりしてるじゃないですか、ほぼ90度ですよこれ、わかるかな、ね、ちくわみたいな石ですよ、骨が石化したのかな。ちなみにここからもね出入りできたりするんで、ね、はい、まあこんな感じで女村にはね、イチャバマ、ザネー浜、こちらの、ナナシのゴンベイ。そう、ナナシのゴンベイって呼んだ方がいいね。ゴンベイのヘイは、浜みたいなね、無理やり。浜をベイって呼ぶっていうね。ナナシのゴンベイと、ハユー浜、まあ、裏前田ビーチ。そして、ミコブビーチ。だったりしますね。ね、まだ、この辺の海。遊んだことないよっていう人がいたらね、まあ、女村までね、来る機会があったら、ね、訪れて、マリンスポーツ、マリンレジャーね、楽しむのもいいかもしれないんですが、駐車場がね、ないんで、それだけはね、なんか、お金っぽいね、古いけれど、100円の大きさな気がする。ね、100円だよね、聞くっぽいから。こんな汚れた海岸で拾ったお金も、交番に届けないといけないから、それでもね僕が撮影して疲れたんで三品茶でもね飲もうかって言ったら大変なんで、ちゃんとね、まあ、交番に届けるっていう体で、ね、大切に喉を潤したいと思います。はい、というわけで今回ちょっとね、洞窟スタートだったんですが、洞窟からなんだここね、七種のゴンベね、ハユー浜通って七種のゴンベイまでねやってくるというね動画でした。なんかこれ丸い何か野菜、恐竜の卵、あ、これパパイヤですね、パパイヤがなんか海に落ちてたから恐竜の卵かなとか思ったりしたんですが、はい、というわけで今回は女村、もうあそこ真ん中行きたいな、いつか誰か行ってくぐりましょう、ね、海好きコメント待ってます。はい、というわけで今回は女村の七種のゴンベイから沖縄の魅力をお届けしました。最後までご視聴ありがとうございます。じゃあまったに、バイバイ。